アイテム番号 SCP-430JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-430JP への入り口には警備員を常に2名以上待機させてください。また許可なく入り口に接近しようとした人物は直ちに身柄を拘束し、適切な処理を施した後に解放してください。また感染症のリスクを抑えるため、回収したタッパーは衛生管理に関するプロトコルに従い容器ごと処分してください。説明、 SCP-430JP は国立国会図書館の編集済みより先に存在する区画です。 SCP-430JP の内部にはカウンターと椅子、関係者以外立ち入り禁止と書かれた紙が貼られた扉、以下 SCP-430JP-A が確認されています。その他、一般的な図書館と同類の照明器具と空調設備が存在しますが、窓や消防設備といったものは存在しません。また SCP-430JP-A を開ける試みは今現在成功していません。SCP-430JP の受付カウンターには30代ほどのアジア系女性が待機しています。以下 SCP-430JP-B、SCP-430JP-B は SCP-430JP の司書として振る舞い、資料請求や貸し出しに関する質問に応じますが、SCP-430JP の起源や構造などといったことに関する質問には応じません。加えて、SCP-430JP-B に対する物理的な接触はすべてその場を通り抜けるという結果に終わっています。しかしながら、SCP-430JP-B は椅子に着席したり、物を持つことが可能です。被験者が SCP-430JP-B に生物の種類や個体名を伝えたとき、SCP-430JP-B は SCP-430JP-A へと向かいます。その後 SCP-430JP-B はタッパーを持って SCP-430JP-A から出てきます。この行動は妨害することができず、SCP-430JP-B は SCP-430JP-A を開けるような動作をせずにそのまま通り抜けます。タッパーの中身は胃液、未消化あるいは消化中の食物など、生物の一般的な胃の内容物で構成されています。SCP-430JP-B がどのようにしてこれらの物質を回収するのか判明していません。また SCP-430JP-B に請求できる内容物には限界があり、現存していない生物や胃を持たない生物の内容物は請求できません。ただし請求する対象は、カラス、や、フランス人、といった大雑把なものから、特定の個体まで幅広く指定することができます。回収対象となった生物は SCP-430JP-B が SCP-430JP-A に入った瞬間、胃が引き絞られるような痛みを感じ、食後であった場合はその後空腹感を感じるようになります。この症状は一時的なものですが、SCP-430JP-B への請求間隔や回数には制限がないため、同一個体に対する度重なる請求はやがて対象に栄養失調や胃炎などといった問題を引き起こすこととなります。SCP-430JP の存在は、1900年月、日に検閲目的で司書として潜入していたエージェントから見取り図に存在しないはずの部屋が存在するという報告を受けたことにより発覚しました。国立国会図書館の設計図には SCP-430JP にあたる区画が存在せず、後に何らかの形で拡張されたものと思われます。映像記録4301、日付1900年月日、D1984 と D2002 は共に食後10分以内に SCP-430JP へ立ち入りました。映像は D2002 が所持したカメラによるものです。記録開始。SCP-430JP-B に近づく。D1948、ああ、ちょっといい。SCP-430JP-B、ようこそ国立国会図書館へ。ご用件をどうぞ。
ここはどういうところなんだ？はい、国立国会図書館は世界各国の生物の図書物を貸し出ししております。貸し出し期間は無期限ですので、何十年何百年後に返却されても構いません。なんで図書館でそんなもんやってんねん。 SCD-430JD-B は D-2002 の発言を無視する。棚が一つもない、見当たらないんだけど、どこにゲロがあるんだ？当館は衛生上の問題で資料は全て以下となっております。ご希望とされる資料がございましたらお伺いしますが。いや、ゲロ渡してる時点で衛生的ちゃうやろ。余計なこと言うな、何でもあるの。 SCP-430JT-B はい、ただし胃を持たない生物や絶滅した生物、地球上に存在しない生物につきましてはお渡しできません。そんなん言うてもどこの誰の中身かわからへんのとちゃうの？場所とか名前言うたら絞ってくれるんか？はい、生年月日など条件を指定していただければ対応した資料をお渡しします。そうでなければ我々の方で無作為に選ばせていただきます。どうやったらそんなもん調達できるんだ？ SCP-430JP-B は D-1984 の発言を無視する。ああ、せっかくやし、ちょっと試してみよか。ほな姉ちゃん、隣のこいつの頼むわ。かしこまりました。少々お待ちください。SCP-430JP-B が立ち上がり、SCP-430JP-A へ向かう。なんだあいつ、今とわけなか。うめき声。D-1984が腹部を押さえその場にかがみ込む。おい、どないしたんや？ SCP-430JP-B がタッパーを手に SCP-430JP-A から出てくる。お待たせしました。ご希望されました資料はこちらとなります。返却期限は無期限ですのでごゆっくりどうぞ。え、あ、どうも。記録終了。期間後、D-1984の胃を検査したところ内容物が消失していることを確認しました。また、D-2002 が持ち帰ったタッパーの中身から、D-1984 の体組織と食事のメニューに合致する食物が検出されました。ホイ 430JP-1 タッパーを返却しようとしたところ、SCP-430JP-B は一切反応しませんでした。このことから入手したタッパーを返却する必要性はありません。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。